はい、どうも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 。第2弾でございますね。本当にもうこのまま中村帰ろうかなと思ったんですけど、やっぱりせっかく来たんで2本目ね、2本撮り行ってみようかなと思います。よいしょーと、さあ2本撮りということで、旭駅界隈ですね、行ってみたいと思います。現在時刻12時半ということで、やっぱちょっとサティから始まりますね。サティでございます。またもや自己紹介から始めていきましょう。YouTube の検索画面やね、あなたへのおすすめから来られた方よろしくお願いいたします。四万十市をね中心に旗の地方をですね、散歩動画をですね YouTube の方へ公開させていただいております。愛き旅と申します。よろしくお願いします。40分ぐらいの動画になろうかと思います。よかったら最後までお付き合いお願いいたします。なんか懐かしいなみたいなね、そんな感じの話題がお送りできればいいかなというふうに思っております。地元になかなか帰れないなとかね、帰省したいけどなかなか帰省できないなみたいな方もね、よかったら見ていただきましたらありがたいと思います。今日は高知市旭駅前周辺、それから福井東町周辺をですね自転車でいろいろ行ってみようかなと思いますので、よろしくお願いいたします。最後まで見てもらって気に入っていただけましたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。コメントやいいね評価もお待ちしております。早速ここはえのきね、ゲーセンでございます。ゲーセンえのきはもうこれ閉まっちゃっているんでしょうかね。よく来ました、学生時代。あの当時はね、家の家庭用ゲームがまだね、まあ確かに家庭用ゲームプレステ2とかプレステ3とかいろいろあったけども、やっぱゲームセンターがねまだまだ大流行していた時期でありますね。要は遊びってえのきはよく遊んだわ。えのきはねいっぱいお金使った、1プレイ50円でございます。1プレイ50円ね、破格の値段でバーチャファイターができました。バーチャファイターはその当時100円だったかな。それでもはい、やったような気がします。そりゃお金なくなるわなゲームセンターでいっぱいお金使ったわ。まあその代わり僕パチンコしないんでね、その辺はまあ、そんなにねパチンコする人に比べるとお金はねさほど使ってないですけども、ゲームによくお金使ったそんな感じですね。この道はサティから旭駅へとつながる、まあ、メインストリート、向こう右の方がですね、電車道ね、電車通りになります。で左の方へ行きますとですね、以前の僕の学校がねあります。ですので旭駅周辺はですね、懐かしい場所になってきますね。昔はね、あそこ古本って書いてるね、古本屋さんあるんだあそこへ。ブックイン、あブックインが移転したんやね。昔こっち側の方へありよったんですけど、ブックイン高知、正面の方へ移動してますね。なんかあったね、あそこへね、ちっちゃなお店がね、古本屋さんになってる。しかもあ、古本の部か、ブックイン高知の古本部ね。この寺尾接骨院さんの上へ住んでおりました。ここへね住んでおりました。はい、ほんで前がコンビニあったけどね、今はね野菜屋さん。コンビニね一回ね強盗かなんかが入ってね潰れちゃったんですよね。はい、あそっかそっか。ほんでブックイン高知さんはこっちね、ちょうどここへあって、よく本買いに来ましたけどね、なんかマニアックな本しかなかったんだけどね、まあ、この辺が結構ね、遊んでたなあ。すごい朝日周辺はね便利なんですよね。電車通りがすぐ近くにあるから、飲みに行くのにもう電車を使えると
いうことで非常に重宝しましたですね。この辺りはすぐに、電車道に出れるということですね。向こうが高知市内になりますね。でこっちの方行くと、まあ、川田朝倉方面になるという感じですね。今回ちょっと裏手出ましてですね、こっちの方もう一回帰ってみたいと思います。旭駅方面へ、行きたいなと思います。どうだろうね。あ、お弁当屋さんとかもありよったね。あ、魚屋さんはあったね。よく10年前はあの家電をよく見に行ってたな。山田電機さんの方へようね、あの遊びに行って、なんか iPod が出たよみたいなね、 iPod とか、あとソニーのウォークマンの新しいのが出たなとかね、あの見に行ってましたけどもね、はい、ちょうどデジタル放送が始まったみたいなね、そんな、時だったような気がしますけどね、はい、ここ住んでましたね。で下のおっちゃんがおったけども、下のおっちゃんの家はもう潰れてますね。もうヨンボヨンボのおっちゃんがな住んでたんこの下にな。ほんで土日になるとね、この辺でよくあのこの販売所でね、日曜市があって、すごいこの辺ね賑やかなんですよ土日は。はい、いっぱいお客さん来てね、皆さんが出て、日曜市のね、風景が土日になったらねありやったですけどもね、本当賑やかな街だったんですけどもね、はい、こっち行くと朝日駅の方になります。そうだ、ここね、桂ね、桂のお菓子ね、桂のなんだっけ、中納言やったっけ、なんだっけ、大吟醸やったっけ、あの辺の、ケーキ非常に美味しいですね。はい、来ました。この辺はですね、学生を思い出しますね。新刊コンパってね、上級生が下級生を、呼んでね、飲ましてくれるみたいなね、そんな、飲み会がありましたけども、ここね駅前のね、あらもう潰れちゃったね、さら地になったね、ここにあったなんだか赤ちょうちんみたいなね感じのお店で、飲んだような気がしますね。もうさら地になっちゃった。で僕は旭駅という感じ。旭駅の中にパン屋さんなんてね、そのパン屋さん結構美味しかったんだけど、パン屋さんなくなっちゃったね。車がねなかった頃はね、 JR 使って、町の方に行ったりね、まあ、電車使って町の方に行ったり、しましたけどもね、こっち行ってみようかな。ここを使って、学校へね通ったりもしましたね。どうしようかな、あっち方面行ってもこっちから行こうか、福井東町方面へこのまま行ってみようかなと思います。これはたねマニアックな道ではありますけどもね、まあ、思い浮かべながらね、見てくださってる方は見てもらったらいいかなと思いますけども、はい、旭駅もうちょっと見てもいいんですけどもね、旭駅前周辺もね、まあ、随分お店の形状も変わったね。もっと賑やかやったな、もっと店が綺麗で賑やかやったですけどもね、なんかもう一周回ってる感じやね、一周お店が潰れてまた新しいお店ができて、でもう一回新しいお店ができかけてるみたいな感じの、一周ぐるっと回ってる感じはしましたけどもね、今の風景はね、そうよね。それからのセラビ方面ね、あのセラビ方面も随分変わったよね。どっち行こうかな、こっちの細い方行こうか、こっちの細い道を行ってこう行ってね、学校へ行ったもんですけど、学校の方になかなか私有地になりますので行けませんけども、こっちの方左の方へ行きますとですね、学園短大とかねある方へ向かいますね。この道を通って、家に帰ったわけですね。まあ、旭駅の方に帰る、時期もあったし、まあ、そうですね、
その一つ昔前は福井東町に住んでたので、まあ、この道を使って帰ったという感じですね。まあなかなかやっぱりね、高知に来て間もない頃やったので慣れないことばっかりで、なんていうのかな、結構ストレスもあったりとかね、しましたよね。なんか慣れん環境で、うん、生活がすさむよねやっぱりね。やっぱあれ、実家から通いようことを、県外とかね、下宿したりとか、マンションで住んでたような子らはね、やっぱ差があったよね。生活がね、すさんでたよねやっぱりねアパート暮らしの子らはね、なんかこれ俺の第一印象かななんか徹夜というか不眠症とかないろいろあったよね。よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。また家も狭いからな、ワンルームやったんだな俺。ワンルームでもうキッチンもめっちゃちっちゃいみたいな、そんなところに住んでたんでね、そりゃ料理もせんし、コンビニもそんなに昔なかったけん、それこそこのセラビでね、買って出来合いのものをね買ってきて、ご飯だけは炊いてね、食べるみたいなね。ほんで皿に盛るのめんどいから、もうそのままジャーのあれポッジャーごと食うみたいなジャーごと食ってたな、はい。ほいでしばらくねご飯も食べずに置いてたらさ、ご飯の周辺がカピカピになって、あれ電源切らないかんのね、あれね、電源切らずに置いちゃったらもうやから、もう周辺カピカピでもうこびりついてしもって洗うの大変みたいな、そんなんありましたけどもね。中には糸が引いてたみたいなそんなコラムもおりましたけど、僕そこまではなかったですけどもね。あ、ここ変わったね、これこんなでかい道ができるんやもんね。こんなになってんの今、この道なかったもんね、この上の道ね。ほんでセラビもないんや。そうか、セラビなくなったんや。全然変わったわ。踏切はあったよね。踏切だとここセラビがあって、で向こう側にローソンがありよったよね。個別指導塾とかさ、ホットモットのあの建物はローソンやったよね。でローソンがあって、ガソリンスタンドがあって、セラビがあってね、さ買い物して、はい、帰りましたけども、セラビ良かったけどな。まあそうか、へえ。あ、でもここまで来ると、ああ懐かしいってなるな。こんなになってたんや。まあ道ができたのは知ってたけどね。で、あの向こう側に、サニーマートがねあるんですけど、あーすげえ。ほんでな、一回学生時代に大雨降って、未曾有の大洪水、あいつやった、あれ2008年とか2009年とかだったかな。高知のね、東の方ね、あの辺りがもうぼっそり、高瀬辺りがごっそり使ったあの年があってね、ここも使ったやで、この福井東まで、山の上もね使って、ここの溝がもうドー出てやね、この辺ね腰まで水が来て、腰辺り来たったな。これバイト帰りで、岡本君バイトしよったらちょっと水がやばいぞって、あっちの方のさ、この百国じゃない、愛宕、あの辺りもね水が浸かってね、この辺ひょっとしたら帰れるかどうかわからんぞ、早く帰れって、コンビニのバイトをそのまま再引きさせてもらおうて帰った。この辺もう腰まで水が来ちゃって、ザッパ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 、こう自転車を
入っていくけど、自転車焦げんなって自転車手で押して、ね、ザッポザッポ入っていった。ここの辺が一番水が深かったね。でここがこの裏っ側がね、住んでたハイツ、アローハイツっていうね、とこでしてですね、なんとか帰れましたね、ここへね。アローハイツ、あ、ここや、この奥やったわ。ギリギリ玄関ギリギリまで水が来て、それから床上までには来んかった。ギリギリやったね。もうあと 2,3 センチ水かさが増えちゃったらですね、部屋の中まで水が来てたという感じですけどもね、そんなことがありましたね。この辺水が浸かったみたいなねことがありましたね。で車をね、いつもここに止めてたら怒られてたおっさんね、このシャッターの前に止めてたらね、おっちゃんにね、また止めちゃおうってね怒られて、駐車場がないのよねこの辺りね。あ、でもこの辺り全然変わってないわ。この辺りは変わってないです。はい、畑の風景は変わりないですね。こことぼとぼ歩いてね、あそこのローソンにコンビニのね、お弁当を買って帰って飯食うみたいなね、うん、行ってましたね。はい、結構どうしても学生ってさ夜型になるやんか。やっぱ試験勉強とかねするとやっぱりこうエンジンかかってくるのが夜ので、10時とか11時とかでさ、でやっぱ2時3時ぐらいになったらお腹減ってね、うん、でそのまま朝までなんか勉強して、ほんで試験受けるみたいな、最悪やねほんま。そら試験の記憶も残らんわな。もうほんまもうつけ焼き場のええとこやからね、つけ焼き場ほんまに、ついてればええ方やわ。そんなもん、そんなもん、せな玄関で一回こけたら全部取れるみたいな記憶やからさ、そんなんで点、うん、試験受けよったな。ギリギリまでやってでテスト半日で終わるから、テスト終わったら寝て、でまた、試験勉強してみたいなね、そんなんでしたけども、こっち方面ちょっと行ってみようかな。こっちはねアルバイトの方へね、モンマートっていうねコンビニがあったんです。あれ今あるんかな、あの分かる人には分かるというかね、コンビニがありまして、もうローソンとかできる前からね、もうその土地のオーナーさんがやってるような、はい、酒屋さん兼コンビニみたいな、そういうとこでねアルバイトさせてもらってですね、モンマートで働かせてもらいました。3年ぐらいかな、はい、やってましたけどもね、この道を行って、はい、夜の8時からですね深夜12時まで、バイトしておりました、はい、よいしょ。いや、そんなんか学生時代はね、ほんとねめっちゃ覚えた。もう暗記ばっかりやった、暗記暗記でね、ほんと大変だった。よいしょ、ここ、あ、ここの道が新しくなっちゃうね。ここよ、こっちの道行ったんよ。よいしょ、ようこしょ、よいしょ、あー腰痛なった、お尻痛いわさすがに。福井町でしょうかね、この辺りはね、福井町になりますね。こっちの道、ごめん間違った、こっちの道だったわ、こっちこっちこっち使ったんやわ。そうそう、さっきのアローハイツの前の道を行ったらですね、この住宅街の中に入ってこれてですね、住宅街をなんかウィングリカングリ行ってモンマートに行ったような気がしますね、うん、そうそう。でこの道よく使ってね、町まで行ったりね、友達のとこ行ったり同級生のとこ行ったりとかねしてましたね。あ、でもこの辺もやっぱ家が変わるって立つとね、やっぱ綺麗やね、やっぱね、うん、
本当家が建ったよね。本当に。だから築10年とかね、そのぐらいの家がたくさんありますね。よいしょ。この辺りじゃないかな。そうそう、球磨川ね。この球磨川が氾濫して、この辺り水ぼったりね。中間間あたり、あの辺りもね、この向こうの道あたりもぼっそり浸かったようなね、記憶があります。なのでこの辺はね、まあお金はないし、暇はあるけどお金はないみたいなね、そんな感じよね。でまた遊ぶにも、その家でね、今はスマホとかインターネットがあるからなんぼでも暇は潰せたけど、その当時は本当何にもすることないから、外行くしかないからね、え本当帯屋町ブラブラするぐらいしかないけん、ほんま暇を持て余しよったような感じがしますね。山桃が落ちてる。そうやね、だからなんていうのかな、今ってほんとスマホの画面しか見てなかったりするよね、休日ってね。スマホとかタブレットのね画面しか見てなかったりするけど、あの当時はこういろいろこう外を見てたような気がしますね。いろんな街に出て、いろんな風景を見てたような気がします。だから今の子たちはね、本当にその10年前の記憶をこれから10年後思い起こすのならば、あんまり記憶ってなかったりするんじゃないかなと思うんだけどな。まあそれなりにはあるんかもしれないけど、スマホがない時代の人たちに比べたら圧倒的にやっぱり見るものって、見聞きするものってあのちっちゃな画面でしかなかったりするんじゃないかなとか思うんだけどね。あ、そういう意味でも10年、この10年ってこうスマホの文化がガーッと広がって、そうね、家におることが増えて、あんまり時代の流れを感じないみたいなのが、そういうところの弊害もあったりするんかな。タブレットとかスマホで暇を潰せるようになったからね。だから暇がないから潰せるようになったから、だからあっという間に進んじゃうのかもしれないですね。これでモンマート、もうすぐ見えてきますね。モンマートで良かったのはね、あのね、お惣菜がね、あの賞味期限のお惣菜もらえたんですよ。はい、これでそれが良かったね。お弁当とかね、 2,3 個持って帰って冷凍庫ぶち込んで、うん、それで食ってた時期もありましたね。そう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 、あったあった。うん、もう真鶴あったあった、まだやってるわ。おっちゃん元気かな。社長はもうあかんかかもしれんけどな、あの店長はお元気なのかもしれないですね。中にはちょっと入れないですけど、外からちらっと見てみろかな。もうやってる、やってる、やってる。こんなんやと怒られるかな。えっか、もうあの、その当時そのアルバイトで先輩がね、高知大の先輩なんかもおったりしてですね、経営とかもねかじってるような方たちの、先輩らのねお話を聞くと、この店はやばいぞと、売り上げがやばいと、1日10万ぐらいの時もあって、コンビニとしてはこれはほんまやばいぞと、光熱費と人件費で全部飛ぶぞということで、もう持たんやろねみたいな話をその当時からねしてくれよったんですけどね、私たちはね、それがまだ持ってますから偉いもんですよね。はい、あ、やっぱすごいな、やっぱ地元のね
お客さんがおるいうことなんでしょうね、はい、すごいわ。いやこんだけコンビニが乱立する中で真鶴モンマート生き残ってるのはやっぱそれだけ実力がねあるということなんでしょうか、はい、ここ、左手になりますと今ドコモになってますけども、その当時は、なんだっけあれ蔦屋の前身、ブックスビルなんか百国書店あったよねここね。百国書店でまあ立ち読みして帰るみたいなね、そんなこともありましたけども、はい、ことこっち入っていきましょう。ママの通りでございますね。おいおいおい急ブレーキかけて、そんな感じで中ママの商店街でしょうか、うん、ありたなここにもなこんな感じで中ママの商店街は特にこの辺全然変わりないわ本当に。はい、やっぱお腹減ってたわこの辺やっぱ記憶としてはなんやなんやお腹を空かせてた。はい、そんなあれですね。まあ特に外食なんか持ってんのほかだからそんな外食できるような暇ないからさ、そんな賞味期限切れた弁当かコンビニの弁当がごちそうでございましたけどもね、はい、うん、中ママ商店街でございます。ママでよかったよね。合ってるよね。合ってるよね。ママ商店街でいいよね。そう、南ママでございます。はい。ダイソー。ダイソーは最近ですね。自転車屋さんもありましたね、以前ね。ここへね。自転車屋さんもございました。ああ、お尻痛い。でこっち行くと福井東町に戻ってくる感じですね。うん、お戻ってきた戻ってきた。こっち行くと花ちゃんち花崎くんちがね、マンションがありましたけどもね、アベベンチも向こうにあるしね、ケンタンちもあったもうあったりしてね。ケンタやばかったねケンタはまあやばかった、うん、今はもう学校の先生やってますけどもね、はい、もうケンタ君はね本当ねもうギリギリでしたけどもねあの時はね学生時代はね本当にもう愛希さんもうやめますわ愛希さんもう無理ですわそれでな半泣きでね試験が多いからほら2年生の頃はさもうとにかくとにかく記憶の試験が多いからもう半泣きで勉強してたよねみんなね。けど想像力のある子やったね健太君はね。想像力のある子でよ3年生4年生になったらねその想像力が生きてくるんですよね。その何もないところから何かを生み出すみたいなそんな、研究したりとかね自分で考えて答えを出すみたいな学科が増えてきてそこからは生きたよねあの子ね。想像力がむちゃくちゃあるよったんねあの人ね。だから2年生でなんとか首の皮1枚で生き残ったそんな健太君なんかもね記憶がありますね。いや分からんもんやでほんまに世の中勉強ってほらいろんなタイプの勉強があるからよ。僕なんか結構記憶 で生きてきたみたいなとこがあるけどねその記憶でそのもう本当に丸暗記で記憶力はそこそこあったから丸暗記で来れたみたいな。でも逆にその想像力ってあんまりなくって3年4年は結構苦労したみたいなそんなこともありましたんで、はい、勉強が嫌みたいなね、こうでもね、意外に耐えていけばですね、案外自分が伸びる、場面が来るのかもしれませんね、本当ね、うん。いやー、ほんで、今やもう学校の先生ですから、彼も。先生ですよ、本当ね。あの当時さ、
誰が学校の先生になると思いました、あの子が来ないと。ほんま覚えるけどね。ねえ、みんな、あの見てくれてる人がいるかどうか分かりませんけど、まあ、同級生の、ね、中で、ね、見てくれてる人がおったらなあ思うよね。もう健太頑張ろうよってみんなでねやったような気がするな、勉強を。そんな感じでね、やさぐれた、時代もあったという感じですけどもねでもそんな中で実家から清子らはやっぱちゃんとしてたな。やっぱ生活のさ基盤がさしっかりしちょうけんさ、やっぱちょっとぐらいのね、あのしんどいことがあってもみんな頑張ってたわ。やっぱその実家通いの子らはね、やっぱちゃうかったよね。実家通いの子らと我々、底辺のアパート住まいのね、子らはちゃうかったよ。やっぱね、生活の基盤がさ、僕らはさ、掘ったて小屋やから基盤が明日食べるものがあるかどうかみたいな世界やったからねほんま単位が取れるかギリギリの状態やったわけやからね。まあようこそね、ここまで来れたかなというふうに思いますけどもね。学校の先生も優しかったしね、はい、あの今は亡き酒井先生ってね、僕ら大好きだった先生がおったけどもね、女のその桃井香織みたいなね、あんたダメだわよそんなことじゃみたいなことでシール叩いてくれる先生がおったんですけども、まあその先生もね、胃がんで亡くなったということでね、ねえびっくりしたよね。ちょうどここから右の方に行きますとですね、笠緑っていうねレストランがあるんですけど、今でもその、うわ、売ってんな、これ。ああ、はい、また、ハイズ、アローハイズ、また戻ってきました。学校の方降りてみようか。ガーッと行ってね。酒井先生には本当ね、お世話になって、酒井先生はお世話したつもりはないかもしれませんけど、僕は結構お世話になったな、という感じがして、はい、あの先生の授業とかね、結構好きでしたけどもね、はい。まあお母さん肌、おかみさん肌なんで僕らよく可愛がってもらったような気がしますけども、はい、でその風緑でね、結構そのセミナーでその風緑に行ってで飯食ったみたいなね、そんな記憶がありますね、はい、それ最後よね。で卒業してでまあ就職してああだこうだ言ったら酒井先生はお亡くなりになりましたみたいなことでね、みたいなことで、はい、いや怖いな、がんだったね、確かね、あの先生も胃がんだったんだね、確かね。いやだわよ、ほんと胃がんとか怖いなと思って、そんな記憶がございますね。まあ、こっちの方行くとですね、学校の方ですね、今の学校は、ね、笹市の方に移ってしまったんですけども、やっぱ僕らはね、懐かしいなと思えるのはこの学園短大の横にね学校がありおりましたので、はい、そこへ通ってね、授業を受けたみたいなのがやっぱり懐かしいですよね、やっぱり。でまあ結構授業もねだるかった、だるいっていうか、その1次元目に9時にあって、で6次元目にあったりするよね。なんであんなことになってたんかわからんけどね、1次元目とそれから4次元目昼にあって、ほんで6次元目みたいな、すんごいポンポン飛び飛びで、で昼の講義が休みみたいな、休校になったみたいなことになったらさ、朝行って夕方行かないかみたいな、だるかったねあれは。もう一緒にやってくれや思うてね、ほんとあれだるかったね。もうやっからもう夕方の出席率は低いわ、もう半分以下やったようなこともありましたし、僕も行かなかった時もあったし、いけるかなあんな朝行って夕方もう一回とかね、そんなあれもありましたけども、わこれ長城まだやってんの、これ長城やってるよ、ここ来たね、ここうまかったよ、ここうまかった、1回2回で食ったね確かね、あの豊さんに行ってね、その当時
10歳ぐらい上のね、社会人入学してきた人とね、よくつるんでたことがあったんで、そこでよく連れて行ってくれましたが、行こうや、言うて、あ、行こうか、行きましょうか、言うて、ここの頂上で飯食おう、言うて、結構うまいんや、言うて、ピータン食べようぜ、言うて、ピータン出てきて、初めてピータン食って、黒い卵出てきて、何やこれと思って、まあ、食って、ね、そんな記憶があります。はい、豊さん、この辺住んでましたね。豊さんもやさぐれてたな、もうほんと病気寸前やだなとね、アルチューみたいになってたもんね飲めんのに飲むから、ブルースとかにハマってね、今でもほんとやってるんやったっけ豊さん、あのライブやるよみたいなね、ほんとほんと、お金貸してくれ言って、酒臭いウイスキーガブ飲みしてきたみたいな感じの、ヨロヨロで来てね、お金貸してくれ、5000円貸してくれ、で5000円か、あ、大丈夫ですかって、ほんとすさんでたねここに住んでたね、コーポ国吉にねほんと、もうスレスレだったねスレスレで、その学生生活というか人間スレスレなあ、生活ギリギリやったね、あの人もねアルチューやったアルチューで、はい、そんなことで、あ、こっち道ができたんや、へえ、あ、こんなになってるんや、学園短大、駐車場やったんね、テニスコートがあったけど、テニスコート潰してなんか建物が建ってますね。で、僕らの学校はこの端っこにね、ちょこっとこの隅っこの方に、すいませんみたいな感じで立ってたわけなんですけどね、はい、至って健全でしたよ。でもあの隣はね、学団で女子が多かったんですけども、ちょっかい出すようなこともなくね、本当あれ真面目やったね、もう今にして思えばねえなんぼでもあの友達になる機会もあったんやろうけど、あんまそんなんなかったな。男の子らが真面目やったからね。はい。やっぱ就職して仕事すると、不真面目な子らと遊ぶことも増えてね。そんな、チャラいこともね、することもあったりなかったりなんですけど、あの学生の当時は、まあ、すさんではいましたけども、まあ、割とそういうのは真面目でしたけどもね。はあ、ここまで来ましたね。あ、疲れた。福井東町から学園短大に向けての道、あるいは中ママ方面へね、行きましたね。何？奥さんとの、慣れ初めを聞かせてくれて、あ、またそれは今度にしましょう。それはまた今度にしましょう。照れくさいんでね。まあこんなんでね。嫁さんこっちはおったんで、学団の方へ、栄養科の方へおったんですよ。で、何かのきっかけで知り合って、なんかモンマーとかなんかでね、バイトしてたら、なんか隣で僕と一緒にやりよった背の高いね、男の子がおって、伊平くんって子がおって、その子の子をとをその伊平くんのことを好きになったことが、好きな子がおるよ、学団で。で、合同でデートしましょうみたいなことになって、はい、ああ、いいですよ。で、僕に呼ばれて、三三デートみたいな感じになって、ほんで、その、本人ね、あのメインの2人は全然あかんかったけど、余った俺らがくっついたみたいな、そんな感じじゃないですかね。また今度遊び行こうかみたいな、はい、いいですよみたいな感じで、今に至るみたいな感じですかね、はい。まあ偶然ですね。やっぱ人間っつうものはね、えらいもんで、他人同士がね、こうやって一生添い遂げるみたいなことですけど、適当な生き物なんやなと思いますけどね、偶然出会ったものが一生共にするみたいなね、そんなことですけども、はい。まあ語弊があってはいけませんけどもね、えらい不思議な生き物ですよね、ほんとね。まあ、そんな感じで、はい、学生時代をちょっと思い浮かべながら、まだまだちょっと言い足りない部分もありますけどもね、はい、僕はね、
どうだろうね、食生活とかかなり荒れてたね。そう、お金ないけど、まあコンビニで廃棄物をもらってきては、まあ、食ってみたいなで、まあ徹夜して、まあ、試験受けてみたいな感じで、まあ、タバコ吸ってみたいな感じで、はい、そんな感じかな。別に悩みもなくね、結構いろんな音楽とかを聴かせてもらったね。ギターポップみたいな音楽もこんなんええよって聴かせてもらったりとかね、あとまあロックみたいな感じのがも聴いたりとかね、あとはもう少し先輩の人がおってね、年配の人がおって、その有光さんなんかは大将にはいろんな R&B とかね、フリーソウルみたいな、ああいうなんていうの、アスリーとかアシッドジャズみたいなのがね、これなもう聞いとけ、お前聞いとけこんなをみたいなレニー・クラビッツみたいな感じのものがも聞かせてもらったりして、大将ええっすねこれみたいな、ええやろお前これ聞いとけお前はみたいなことでいろいろ教えてもらったりしながら、いろんなジャンルに手を出して、で日高さんには日高さんで、まあ、昔のね、ソウル、あるいは、なんていうのあれ、ブルース、あんなんをね聞かせてもらったりしてね、ローリングストーンズとかね、こんなんもええよ、昔のロックとかもね聞かせてもらってね、いろいろ聞かせてもらいましたね、はい、プログレとかね聞かせてもらって、ピンクフロイドとかね、イエスとかね、キングクリムゾンとかね、いろいろ、ああこんなんあるんかみたいな感じでねいろんなものを聴かせてもらって、音楽ばっかり聴いてたね僕は、あの当時ね、はい、そんな学生時代でしたね、はい。ああいう音楽に一回傾倒するとね、なんかドラッグとかね、酒とかね、女とかね、ああいう方へどうしてもね身を委ねがちですけど、まあそんなこともならずね、すごい世界があるんやなみたいな感じで、まあ、音楽はね聴いてましたけどね、ドアーズね、ジム・モリソンとかね、すごいなと思うのがねありました。朝日、あここにね、もう一回ビリヤード場がありまして、今どうなってんだろうね、あるね、ビリヤードの台がね2台あって、よくここ来ましたね。うなぎ屋さんはどうなんでしょうか、うなぎ屋さんやってんのかな、あうなぎ屋さんあるね、そういったうなぎ屋さんをやりよりますね、うん、朝日駅周辺回ってきました。お尻が痛くなりました、はい、ちょっとだけ思い出しました、はい、まだ来たいね、なんかもう一回来たいな、どうしようか、もみの木の方まで行ってみようかな、どうしようかな、やめとこうか会うかもしれんから、いろんな人も、そんな感じでございましたねすんません、なんかマニアックな路地ばっかりで、はい、今度また綺麗な自然の風景、あ朝日駅が汚いというわけじゃないですけども、はい、中村のね、川とか海とかもねお見せできればいいかなというふうに思いますけども、どうだったでしょうか、最後までご視聴いただけましたでしょうか、よかったらねチャンネル登録してもらえたらありがたいかなと思います。ジャスコの人、駐車場を止めさせてもらってありがとうございましたという感じですね。また機会があったらですね、ちょっと余裕があったらもうちょっと他にも撮れたらいいかな、撮れないかもしれません、はい、そんなわけで、またの機会にお会いいたしましょう。ちょうど30分ちょいじゃないかな、またの機会にお会いしましょう。じゃあね、はい、さよなら。